はい、おはようございます。今日はですね、福岡県筑紫野市やってまいりました。今日の狙いはミリオンゴッド上田村愛さん、間違いなく座れると思いますので、福岡連戦初日大きな獲得を目指して勝負していきたいと思います。それではシーサーの街道日記第953話、まもなくスタートです。よろしくお願いいたします。そうねじゃあ今日10月6日なんで末尾6いってみましょうか。末尾6、これ昨日おはてんでしょ。これも結局500ゲーム近く回ってますもんね。はい、10月6日ということで、まあここは運試しの末尾6抑えました。いきます、よろしくお願いします。NG 確定リプレイ5連目でございます。さあ行きましょう。まあ、街道日記は前回、まあ、昨日ですね、朝からおきどき勝負、まあ、最後は辛くもプラス収支という結果でした。で、前々回が朝一リベロに座って珍しくリベロ1機種1台で、まあ、プラス収支ということで、まあ、951話952話と今連勝でこの福岡に帰ってきています。そして今日明日は福岡での街道日記連戦、ここでさらに連勝を重ねられれば、おう、中段機7、この950話台がかなり楽になりますねと言おうとしましたら、早速チャンス到来です。さらに機7が3連でございます。まだ開始10ゲーム、中段機7、右上がり機7で機7を挟んで3連、4連目、はい、機7、3連ですけど、ここ初当たりのチャンスですね。中段機7で当たって、しかも3連で当たっていればもちろん2セット以上ということになります。投資1本で決めろ、当たりですね、間違いない。投資1本でした。ゲーム数は24ゲームです。めちゃめちゃ速い当たり、参ります。まあ、どっちで当たったか分かりませんけどね、右上がり機7か機7、3連か、どちらも当たっているか。いやー、気持ちいいですね、いきなりの AT 当選で、実は昨日お邪魔したお店、三重県のキング観光サウザンドイクワ店さんというお店だったんですけど、なんとですね、一撃89連してるゴッドがあったんですよ。一撃25000枚オーバー、すごくないですか。まあ、データとして昨日のデータで残ってたんですけど、いや、やっぱり凱旋夢があるなーって思いながら、昨日の時点で凱旋が打ちたくなりました。まあ、その履歴を見てですね、ステージ以降は嬉しいですね。よし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 、これはいい。朝一天国にいた可能性は低いと思うので、中段機7と機7、3連どっちも当たっていた可能性ありますね。ただね、これでよし今日はもう勝つでしょうと言えないのが凱旋なんですよね。2000枚ぐらい出せればだいぶ楽ですけどね、1000枚ぐらいではまだこの時間安心できる時間じゃないです。赤7とか絡んでくれたら嬉しいけどな、 AT 中に赤7、さあ1セット目はポセイドンステージへの移行で2セット目突入が確定しました。参りましょう。2セット目、ああそっか、一応機7、3連からの当選では機木更3連だとそんな高くないけどループ抽選もありましたので、まあ、それで複数という可能性もありますね。さあ3セット目があるかどうか。2セット目を終えて623枚の獲得です。はい、2セットでしたね。まあ投資1本からまずは600枚の持ちコイン良かったと思います。まあ台がね並んでる中で昨日の最終ゲームが、まあ、500ゲームぐらいまでいってる台を選んでるんですけどね、まあ、これでもう完全に昨日のゲームと関係なくなりました。さああとは通常時台の動きにも注目しつつ大きな当たりに期待して、今日は大きな枚数出したいんですよね。昨日おとといと街道2期は連勝ですがプラスは本当に小さいプラス、ここで負けてしまうとトータル収支が一気にマイナスですから、この連勝の中で一つ大きなプラスが出るとすごいこう勢いづきそうなんですよね。また次から攻めることもできるし、リスクをあまり背負わない勝負もできますし、自在に攻めれますよね、余裕ができれば。リプレイ3連、さあ G ストップのチャンス到来です。 AT 終わってまだ172ゲームです。ほう中断リプレイで十分ですよ、ここは。あ、リプ4連でしたね。 G ストップ確定、さらに AT 確定、リプレイ5連目でございます。これはまた嬉しい当たりが来ました。もちろん持ちコインです。G ストップ4連でリプレイ確定して5連目で今 AT プラス G ストップですね。6連目くればさらに AT プラス G ストップのストックになります。いきます。はい、リプレイ5連ですね。まあこのゲーム2でリプ5連は十分でしょう。さあまずは2回目のゴッドゲームから、そしてその AT 消化後ですね G ストップ突入という流れになりますので、3回目の初当たりのチャンスも来てますね。同時にもちろん投手は1本のままでございます。今日はめちゃくちゃいいですね、出だしが珍しく。 AT が終わってからのゲーム数は186ゲームで2回目のゴッドゲーム当選になります。さあ AT5 は G ストップが控えているとはいえ、ここもできれば2セット以上消化したいですね。最初の当たりがキナナ3連からの当たりだったとするならば、結構そのキナナ、お、ちょっと待って、高いぞ今。ここでしたよね今ね、激アツ中断キナナ、中断キナナか。ちょっとね AT 中の中断キナナあんまり嬉しくない。さあ1セット目が終了です。まあこの後は G ストップが潜伏していますね。286枚で終了、まあ、ここは2セット目はないと思いますので G ストップに期待したいと思います。できればここで S か7、できればここで S か7が欲しいです。参りましょう。よっしゃやるぞ。7がある、7が出てきてボタン嬉しいですよね。2つお願い。これね 7-3S 残ったらめちゃくちゃドキドキするんですけど、ここは4つ残りました。3かよし、お願い、あー決まらない、決まらない、ラストお願い鏡、あー弱い、1個当てとこう、ちょっとリプ3、リプ3の分も出てくる、ありますあります、リプ3です、これはラッキー、あ違う勘違いしました、リプ5とリプ4、2個でしたねもともと2つありました、すいません、そっかリプ5連させてたんで、そうですね、失礼しました。さあさすがに2回連続のストップ、しかも通常ですからね、ここは転倒本当にもったいないですよ。ただね鏡が来ない、鏡が来ない、ボタンなし、ちょっとお願い2つ、エスカブイです、あー下手くそ、下手くそ、残念、もったいない、いやー当てたかったな、今の10ゲームの G ストップですもんね、ちょっと鏡が少なすぎたな。はー、なんかまあもちろんゴッド欲しいですけど SGG を消化したいな、なんか最近自分の代で SGG 見てないような気がする、聞きたいな。いや、やっぱりね昨日お邪魔したお店でその凱旋が一撃2万5000枚オーバーですね、一撃で。きっかけとなったのはまず SGG で30何セット乗ったって言ってたんで、まあ、もちろん EX でしょうけど SGG ってやっぱ夢がありますよね。ゴッド何回分の上乗せになる可能性があるわけですから、 SGG エクストラ引いてみたいな。決まれー、リプ4連、今日2回目のリプ4連でございます。さあ354ゲーム追加投資になってますが、まだ投資は4本200枚です。もう1回5連目までいきたいな、お願いします。リプレイで来い、よし、今日2回目のリプ5連すごいですね。1回目のあたりがキナナ3連か中盤キナナか分かりませんが、2回目3回目ともにリプ5連からのAT当選です。これで G ストップまた2つ、最低2つ獲得ですね。はい、ここもリプレイは6連目はありませんでしたが、5連で AT プラス G ストップ2つ確定でございます。200枚ですから投資は2セット以上あればプラスになるという状況です。さあ1回目の AT は2セット、2回目の AT は1セット、まだ AT 自体は伸ばせていない中で3回目の AT 参りましょう。なんか結構特殊な展開ですよね、これまで打ってきた凱旋と違って。さあこの後の G ストップ、先ほどは2連続失敗でしたが、ちょっとねここは成功させたい。その前に5ゲームの G ゾーン、まあここは単発で仕方ないとして、先ほどは2連続の G ストップ失敗してますからね。今度は当てますよ。いや今度は当てんとダメでしょう。いきましょう。できれば 7SV よし、ここで決めろ。あー、なんでそこで3が来る。いらない3はここでね、2つ消えたら熱いですね。 73S 一つか、お願い。あー、一番弱いやつが左に止まってくる。頼む。よし、もう当てようぜ。3回目よ。ちょっと全然鏡来ないな。 V、 そして最後はボタンなし。ちょっともう一つある。本日4回目です、通常時の G ストップ。やっと当たりました。ちょっと図柄は弱いですけど、いやー下手くそですね G ストップ。今日は参ります。まあ一応2セット目ですね、表示上ね。まあこれでも収支的にはプラスですけど、もったいなかったですね。はい、610枚ですね。まあ当たっただけまだマシですけども、ちょっとね G ストップ4回で単発80が1回だけというのは残念な G ストップでした。さあリプ3からの G ストップあれば、この後もう1回 G ストップ突入となりますが、まあないでしょうね。さあというわけでやめます。この台ちょっとこの後はまりそうな気がします。で右の台がまだ当たってない台ですので、右行きます。45ゲームだけ回されてる台ですね。お店的にはかなりリセット率の高いお店でありますので、ちょっとね気持ちをリセットして、ただ200枚の投資に対しての持ちコインが300枚以上あります。なので若干ですけどプラスの状態からリスタートということになります。中段キナナ AT 中から結構 V ハサミが出てたりとか、 AT 終わっても171がすぐ出てきたりとか、天国大会に期待が持てる手目は出てたんですよね、今ね。もちろん天国以上7中段系なら激アツ。そうじゃなくてもここちょっと早めに2回目の当たり欲しいですね。定格じゃないと思うんで、通常以上にはいると思うんで、ここは期待していいと思います。AT 直後の中段機ならですけども、奇数転廃もそんなに来ることなく当たっておりませんでした。むしろ中段気なのを聞いて出目も弱くなったような気がします。3か7、3か7、よし SGG チャンスきました。いや7でいいよ、7がいい。ここ決めたいですね。ちょっとここまで当たりありながらももやもやの展開続いてますので、決まれ、よし決まった。 AT 間48ゲーム、ここは持ちコインで SGG です。さあ楽しみな時間やってきました。投資が940枚で、持ちコイン200枚弱ありますので、マイナス700枚ちょっとか。3セットあれば勝ちますね。3セットあればいきます。2つは乗せよう、2つは合計3セットはもらおう。お願い、意外と苦手なんですよ SGG は。下手くそなんですよ。でもこれでね、一つも乗ってなかったら今日は G ストップさせてもダメ、 SGG させてもダメってなりますもんね。そんなことは言わせたくないけど、そうなりそうで怖い。お願いメデューサ、よしいった。いやーラスト5ゲーム、ここは助かりました。乗ってくれよー、乗ってくれよー、揃ってください、お願いします。ちょっと全然来ない、全然来ない。ちょっとどういうこと。結構超過してますけど、ナビが少なすぎる。ラスト3ゲーム、ラスト、これはいかんでしょう。今日は G ストップも SGG も全然できてない。今の上乗せ決めたかったですね。ちょっとね、赤皿揃いからの AT でしたが、上乗せはできず。いやー、今日は何回もったいないって言ってるんだろう。リップ5連も2回やって全然伸ばせず、赤ならぞろいも単発化。はい、歯がゆいな。こういう時は、最後に一発ゴッと引いて結局勝って終わりとかですね。もう1回 SGG 引いて、5、6セット消化して勝って終わりとかっていう風になれば、気持ちよく終われるんですけどね。このままもう持ち込み持って移動しますってゴッド以外の棋士に行ったりとか、飲まれてやめますと、負けて終わったりするとすごいモヤモヤしますね。もうすでにモヤモヤしてますけど、こういう時こそゴッドで決めたい。結局それかって言って、最後は待ってます。嫌な負け方ですよね。勝てるチャンスがいっぱいいっぱいというか、結構ありましたので、ちょっとね、今日は、見てる分にはそんなに大した実戦じゃないと思うんですけど、打ってる方としては結構悲しくなるような今日実戦でした。で、結局、終始の方はマイナス1645枚という結果でした。カードケースのプレゼントあありますので、キーワードの方ここでいいですか、座ったままでアップしたいと思います。今回のカードケースプレゼントのキーワードはヘタコインターでお願いします。ヘタコインターでお願いします。ヘタコイターって伸ばさずにヘタコイタ、ヘタコイタ。以上、シーサの街道日記第953話でした。